えー、おはようございます。今日は7月12日金曜日です。朝6時の相場解説。いや、正確に言うと今日なんですけども、金曜日深夜、これ、介入ありましたね。神田財務官は否定されておるというかごまかしてますけども、まあ、介入としか考えられません。この4円の値動きっていうのはね。 うん、やっぱり金曜日に介入の可能性が強いかなと思ったんですけども、まさかね、木曜日から金曜日に変わった瞬間にやるとはね、これはちょっと一本取られたかなというというころでございますえ。その他、昨日深夜ですけども、米消費者物価指数、これが発表になりました。で、その後なんですけども、日をまたいで、円が急騰したよってことですよね。こちらです。ただし、移動平均線ぶち破って、明日日日を出しましたんで、これはまた上の方に戻ってくるということで、 一時的なね、ものでしかなかったかなと。私たちとしては、この4円のギャップをさらに取りに行くために、倍で勝負していくっていうのが今後の方針になります。介入後にやることって、結局いつも同じですね。はい。で、神田財務官、7月末で退任されますんで、新しい方っていうのはね、8月からになります。そうしたらまた、介入の条件っていうのはリセットされるんだと思いますけどもね。今後も介入に警戒しながらやっていきましょう。 で、今回は、さすがにトリガーをかけてる方いなかったと思うんでね、あんな時間ですから。ちょっとまあ、介入で稼ぐってのはこのぐらい不安定なんだよってことと、それから、介入の後に稼ぐことは、かなり、もくろみがつきやすいんですよってことをね、この度、頭に刻んでおいていただければと思います。さあ、それでは4時間の方を見ていきます。まあ、これからすることってねのは、ほんとね、倍でエントリーしていくことだけなんですけどもね、ほら、下ひげを出して急速に戻ってきたでしょ。これがだから4時間ごとに起きてるってことです。 最初の4時間でこのぐらいの動きがあってその次の4時間で急速に戻してってところで大体3分の1ぐらいは根戻しをしたんじゃないですかその後これが中頃の3分の1を埋めてで最終的にはまた同じところに戻っていくみたいなところになると思いますけども、えー、今日はね何をするかっていうともうすでに倍でポジション取ってもいいと思いますよ もう,もういいでしょう。倍でポジション取ってもいいと思いますよ。これから160円にとりあえず向かうと思いますんで、この2円のギャップはもう取っていきましょう。1時間軸ですけども、早速上の方にじりじりとずれてきてます。まあ、私の方はね、もうすでにあの数時間前にポジション取ってますんで、もう含め駅の段階です。介入があったなって瞬間に、えー、トレンドの方向にね。 エントリーを持てば、まあ大抵損することはありませんというか、一回も損したことがありません。多分今後も介入があった直後には、あトレンドの方向に私はね、ベクトルを向けると思います。つまり、倍でエントリーするってことです。はい、今日はそんなところですかね。もう、ここまでで今日の戦略も申し上げましたし、当面の戦略も申し上げました。あとは、あ現場でね、細かいことが起きた時に微調整なんですけども、まあ、介入に並ぶような微調整はないと思いますので、 160円まで倍一変等でいいんじゃないですかはいそれでは本日はこんなところでございますまたね FX オリジナル日の方はまた後ほどお会いしましょう